動かない潜水艦を作り出す韓国技術だが、またもや世界最長という発表があった。今度はディーゼルエンジン運転最長と言い出した。だが形だけの潜水艦を作り出す技術は別格ですね。まだ国民を助けた方がいいのでは。詳しく見ていきます。中国も尖閣よりも韓国を取りに行けばいいのに。韓国国民はどう動くのかも気になるね。もう遅いと思っていますけど。2020年12月、韓国の通常動力型潜水艦、ゾサン・アンチャンホが、水中における世界で最長期間となる潜航性能をテストにおいて、達成したという報道がなされた。ゾサン・アンチャンホは、建造元である韓国の大宇造船海洋を中心として、国産開発された、燃料電池を搭載しており、同艦のベースにもなった。ドイツの214型と同様の形式だ。ただし、ゾサン・アンチャンホは、ドイツの214型が水中排水量で、約2000トンであることに対し、同約3700トンとはるかかに大型であり、ドイツに次いでの燃料電池潜水艦となる。ゾサン・アンチャンホの一番艦の寄港は2016年から始められており、まずはバッチ1と呼ばれている初期型を約780億円の建造費を投じて完成させようとしている。バッチ1は水中排水量3705トン。全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの船体に、船首部分の 533 ミリメートルの魚雷発射管全8門と、船体上部に6機の VLS を搭載する重武装の攻撃型潜水艦だ。さらに、次のバッチ2では、水中排水量約4100トン、全長 93.5 メートル、全幅9.6 メートルの船体に、魚雷発射管数は同様の8門だが、船体上部には4機も増やした10機もの VLS を実装予定だという。バッチ1は、燃料電池と鉛蓄電、発電機、モーター、ディーゼル機関の仕様となっているが、バッチ2では鉛蓄電池を日本のオウリュウ以降と同じく、リチウムイオン蓄電池に変える模様だ。さらに計画段階にある最終型のバッチ3では、機関部に原子力推進を採用したいと、韓国政府は表明しているが、今のところ、個人的には、その実現は、アメリカも賛同しておらず、困難に思える。海上自衛隊の双竜型や、タイゲイ型などの攻撃型の通常上動力型潜水艦を見慣れためからすれば、いかに4000トンクラスの大きさとはいえ、6機もしくは10機もの VLS 搭載には驚く。ここまで純粋な国産潜水艦の建造を実現したことのない韓国が、あれもこれもと兵装を詰め込んだ欲張った艦を志向しているのは、非常に危うい結果になりはしないかと、老婆心ながら思える。他国から見れば、こうした無理のありそうな兵器設計は、韓国国内において、
税金の無駄だと指摘を受けないのかと、むしろそちらの方が気になって。仕方がないというのが正直なところだ。そういえば、2020年11月頃、インドネシアが韓国からすでに3隻購入済みで、追加で3隻の調達予定だった超歩行級潜水艦、ドイツの209型潜水艦の韓国版の契約を捕虜にされそうとの報道もあった。超歩行級潜水艦は、通常の鉛蓄電池と発電機、モーター、ディーゼル機関の潜水艦だが、ここに来てインドネシアは、非対機依存推進機能を有した艦に目移りしだしたように映る。そのため、すでに3隻の調達で明らかになっていたはずの超歩行級潜水艦の連続潜航時間や日数を、ここに来て今更問題視するようなコメントを。インドネシアの国防大臣が始めたのだろう。ビジネスや国際的な審議上から見れば、インドネシアの態度が決して、褒められたものでないことは明らかだとは思うが、不安定な、発展途上国を相手先とする、こうした契約の困難さは、垣間見える。さらに、インドネシアが、その代わりに調達したいと考えているらしき、相手国は、今度はトルコのようで、トルコは韓国が保持していなかった。ドイツの214型潜水艦の海外輸出の認可を得ている国だ。ドイツ及びトルコの214型潜水艦は、燃料電池に加え非対機依存推進方式を実現しており、あくまで成り行きからの推測だが、ドイツとトルコが組んで、韓国の契約の横取りを機としているかのようだ。214型潜水艦は、ドイツの自国向け 212A 型潜水艦の輸出向けモデルだが、本国ドイツでも、トラブル、メンテナンスの状態が長く続き、一時期は、6隻すべてが未稼働状態になるなど、信頼性には疑問符もつく。それでも、トルコだけでなく、イタリアなどにも輸出されており、兵器ビジネスという観点からは、潜水艦自体の性能というよりも、ドイツの商売上手な一面が非常に感じられるというのが正直な感想だ。かつてのアメリカと旧ソ連の冷戦構造の時代には、政治的にも軍備的にも、基本的には、そのどちらかに組みすることを余儀なくされ、兵器体系も、フランスなどを除けば、大きく二分されていた。しかし、近年は、中国の台頭をはじめ、それに続くインドなど人口的、経済的に、そのどちらにも預かさない第三国の存在も大きくなり、ここに来て、独自路線のトルコの動向も激しくなってきている感がある。トルコは、ロシアからの地対空ミサイルの購入で、アメリカの不況を買ったが、その後も、ギリシャとの対峙や、アゼルバイジャン・アルメニア紛争などで、是非は、別として、独自の立ち位置を築きつつある。